光る発泡スチロールを作ってみた。まずはじめに、切り出したい文字を印刷した紙と、厚紙を2枚用意します。次に、厚紙と文字を印刷した紙を重ね、ホッチキスで四隅を留めたら、カッターで切っていきましょう。発泡スチロールにその型紙を貼り、スチロールカッターで、立体文字を切り出すので、発泡スチロールと接する面に、両面テープを貼っていきましょう。次に、型紙の両面テープを剥がし、発泡スチロールにつけたら、スチロールカッターで切っていきましょう。立体文字が完成したので、最後に蓄光塗料を、発泡スチロールに塗っていきましょう。これが、室内で明かりをつけた状態です。電気を消してみましょう。ブラックライトを照射してみましょう。この放送は、新新たに、日新化成工業の提供でお送りしました。